このガス灯が灯り続けるということが震災を忘れずに語り継いでいくということと同義です。これがもう消えてしまったら、それこそ震災のことを忘れてしまって、だいぶ震災のことが、まあ、覚えられてないっていうことがあるんで、だから私たちは、まあ、あのメンバーで回しながら、こう掃除をしながら、メンテナンスをしながら、ここを守っています。この明かりっていうのは、まあ、震災以降、まあ、生かされた人たちにとっての明かりです。皆さんにとっての明かりなんですね。今だから幸い地震も経験せずに生きてる。で、この明かりっていうのはこれを見て少しでも前を向いて頑張ってやっていこうという意味も持ってます。